直視の直視だね。古く大王グインの直視が用いた召喚器、うん、あら和の岩壁を望み掲げれば運び手がやってくる。大王は闇の魂を得た商人に、うん、小さい人に、うん、最果てに閉ざされた和の都と愛おしい、この末の娘って書いて、ま、なんていうもんだ、末娘、末娘、ああ、はいはい、を送ったという。うん、あれグインの娘って、グインネビア。か。グインネビア。うん、でいいんだっけか。俺なんかあのあたりよく分かってないんだけど。あの、太陽っぽい人はグイネビアだったと思う。うん、で、あれ娘でいいんだっけ、暗月の方が、うん、なんか、本当は男なのに、女の女装兵器があるみたいな、うん、ちょっと性別的に。あれ、おきさきさんじゃなくて娘でいいんだっけ、あれはね、娘じゃなかったかな。あ、そっか。グインの。なるほど。いつか迎えをよこすと訳して、約束して、訳して。なるほど。じゃあこの先に行くともしかしたらタクシーが来ちゃうかもしれないんですが。タクシーが来ちゃう。ちょっとここの今、うん、このエリアぐるっと一周回っていいですか。はい、はい。あの上の方に落ちてた、あの、うん、この骨なんだろうって言った骨あるじゃない。はいはいはい。あれ結局だからデーモンの骨っていうことでいいのかね。そうだね。俺もちょっと戦闘中思ったけど、あの、うん、口から出なかったわ。セリフとして出せなかったわ。なるほどね。なるほど、ザ・デーモン。お、うん。新番組。新番組。まあ特に何もなさそうです。ぽっかりと上に穴が開いてる。なるほど、はい、じゃあ、うん、まあちょっとかがり火で一回帰って君の世界進めて、うん、この先に行きますか。はいはい。ということでじゃあ一回止めますかね。ん？一回止めますかね。一回って止めますかね。はい、はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様。ちゅうことで、今、収録終わったとこなんですが、またね、いろいろ神殿戻った時に、収録外で、ああってことが割と多いので、まあ、なんもないかもしれませんが、一応戻るのも収録しつつ、戻りたいと思います。デーモンの王子のかがり火から、棺の祭祀場。はい、ちゅうことで、デーモンの、ソウルで何が作られんのかとりあえず見てみますか。あー、たぎる混沌、たぎらせ爆発させる。なるほど。岩吐き、こんなのあったっけ。口から岩を吐き出す。はあ。着地地点で激しくたぎり、おー、デーモンの爪痕。炎の歯を振る武器。と同時に呪術の火でもある。すげえな。へぇー。へぇー。あー、でも能力足りてないか。全然足りてないな。17、17。そうだ、俺秩父隠しじゃなくてさ、ふんどしにしようかな。ふんどしとったよな俺な。ふんどしの説明見てなくない？しかも、あ、そうか、ふんどしの方が重いのか。ああ、公であらわにするものではない。最果てにはいろいろなものが吹き溜まる。ああ、なんかいまいちだな。しっくりこねえな。ハーラルドの大極拳をちょっと強化してみますか。あ、普通にかけらだ。
お、いけるか。あー、さすがにちょっと現場使うかどうかはもうちょっと待ちましょうか。はい。これも戦技が、あー、これなんだ。両手だと変わんないか。ちょっとね、もう前回ね、収録してない時にここに来て、この急にうんこ座りになっちゃってて、それで話しかけた瞬間にパッチ座りを教えてもらいました。ああ、パッチや、一緒に相撲しようぜこのまま話せないのがちょっと残念だな。ハローアゲン、ゴール。ハローアゲンじゃねえわ。どうしよう、毒矢、毒矢、ひとまつドン。なんかこう腕組んでるみたいだないや、いいわ。じゃあね、バッチ。はい、ちゅうことで、あ、これクリアした後もここ降りて大丈夫な感じか。あ、いけるよな、そりゃな。ああ、かがり火が見えますね。なるほど。はい、じゃあ次回、黄色いおっさんの方のデーモンの王子を倒してから先に進みたいと思います。お疲れ様でした。あ、どうも。あ、こんばんは。本来であれば今日は、うん、これから君の世界の、はい、ボスを倒して先進める状態にしてから俺の世界で収録開始という段取りだったんですが、はい、なんすか、なんかご報告が、一つご報告がありまして、はあ、まあ今日はあの俺の世界に来てもらうってことで、はい、あの君以外の NPC って、うん、ラップって言ったじゃん。ラップちゃん、はい、ラップくんをまあ、俺の世界で呼ぶために俺一人でラップくんイベント進めようと思って、まあ最初のかがり火から、このエリアの最初のかがり火からテクテク行って、あの塔倒れたところを渡り、ラップくんと喋りました。で次のイベント会場っていうか、その次のかがり火のところに登場するじゃん。土の塔の残骸のとこね。そう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 、そこに行く途中で俺ちょっと足場から滑り落ちまして、え、とある足場からずりって滑り落ちまして、はい、うわ死んだかと思ったら、死んでおらず、あ、ここどこだってなって、はあ、チラッと進めたら、あ、ここ来てないよねっていうところが、ま、そんなと、あ、もしかして最初のお宝にたどり着いちゃったりするかな、それ。可能性あるのかなと思いまして、ちょっと今、うん、今移動してきました。はい、最初のかがり火。あ、いや、土の塔の残骸に来たんだけど、じゃなくて最初に行けばいいの？そっからはいけないと思うので、最初のかがり火へいらっしゃいませ、はい、分かったんだけど、今ね、うん、土の塔に来たじゃない、うん、さっきあの、はい、そのラップくんがいたところさ、うん、何かアイテムがあるんですえ、死んだのかなちょっと取ってみます。はい、ジークの酒でした。おー、ジークの酒ってあれでしょ、ジークなんとかくんからもらえるお酒だよね、うん、ジークバルトだっけ。ああ、うんうんうん、なぜここにジークの酒があれ、説明変わってたりするかな、ちょっと待って。俺が持ってるジークの酒は、あ、2個目だ、普通に2個になったから関係ないな、うん、カタリナのジークバルト、はいはい、やつがここに、ね、いや、なんか、あ、その可能性もあるけど、なんか前 DLC エリアでも NPC からもらわなかったっけ、違ったっけ、なんか、どう、そんなことあったっけか。まあ、いずれちょっとあの最初の、はい、吹き溜まりに今移動します。はいはい、そのかがり火エリア出ました。はい、おばあちゃんの横をポトリポトリ落ちて、あの窓ガラス突き破るので、まずそっちまで、あ、ずっと行きました。あ、っていうか、 あのほら、ちょっと待って、はあ、今二かぶりの老女、はい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 、おばあちゃんに話たまたま今しちゃったら、
話すの下に、和の都について尋ねるって項目が一個増えてました。ちょっとなんだ次から次へと降りちゃった。これ、まあ話してみていいですか。はいはい、どうぞ。あんたどこでその名前を聞いたんだい。Oh, it doesn't、まあいいさね。バーが知っていることは教えてあげよう。はい。伝承によれば、和の都は最果てにあるという。最果て。それは確かにこの吹き溜まりの先、一番深いその先さね。けれど考え直すことだね。和の都は神が作りたもう、小人たちの流刑地、壁に、ああ、読めない。進んでしまう。近づくべきじゃないんだよ。闇の魂に近づくべきじゃないんだよ。はい。と言っております。はい。はい、近づくべきではないと。はいはい。まあまあまあ。You're not willing to require, that's just fine.まあそれもいいですね。使命など誰にもあるものじゃない。じゃないって言ってるな。せいぜい大事にすることさね。あんた、鉄界の坊やにはきっとそれが一番。あんたや、鉄界の坊や。鉄界の坊やってもしかしたらラップのことなのかな。ああ、かもね。あらあら。変えるものは、はい、じゃあちょっと下行きます。はいはい、ああ俺もうやばい。俺ちょっとだいぶ本当、まあまずガラス突き破って、はい、じゃあ突き破りんこ、はい、まあ、突き破りんこ最初のラップくんがしゃがんでたところまで行ってください。はい、ラップがいたところまで来ました。来ました。はい、はい、来ましたら、はい、ラップくんがしゃがんでたところあたりに行って、うん、ちょっと右下そのなだらかに道が下ってるところに敵いるじゃないですか。いる。あの敵、杖持ってる敵の、うん、後ろにあの細い通路があって、うんうん、左側壊れて降りれるようになってるけど、うんうんうん、その敵の後ろのあたりってちょっとこうなんていうの、落ちれるエリアなんでしょ。そうだ、ね、そこからちょっと落ちてみてください。ちょっとじゃあこいつ倒した方がいいのかな。まず倒した方がいいかもね。念のため上から降ってきても困るから。はい、よっ、で上から降ってきた。死んだ。俺も今ね瀕死だったわ。ちょっと頑張ってきてください。はい、俺まだ降りないので。じゃあ降りないっつっても戻れないのか、上には。倒した。はい、で、でこの下、はい、うん、覗くとさ、覗ける。覗ける。それ一応床があるけどちょっと高い感じするでしょ。うん、あ、だけど下ここ多分灰だから大丈夫なんだ。ああ、はい、はい、ああ、そうだね。ああ、うん、じゃあ、ここ降りてみるね。はい。ああ、灰が積もってるから、大丈夫と。今思えばそうだね。あ、そっか。俺、うん、わあ、落ちたーと思ったら、はいはい、なんだ、なんか岸っぽいの今、横切ったぞ。そう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 。で、ちょっと割とね、俺、ちょっとその角まで進んで死んだんだったかな。ああ、なんか、ああ。死んでる、死んでる、俺死んでる。うわあ、ちょっとあいつらも出てきたな。だいぶここね厄介なので騎士先に倒した方がいいかもしれない。引きつけて。はい、今、ダメだダメだ。さあ、お、起きてしまった。のこいつら強いな。オッケーオッケー、いいぞいいぞ。そして騎士にバレるっていうね、この瞬間このタイミングでバレるっていう。ちょっとチワハウものが、よし、よし、かあ、なになになにそれ、回復かさせんぞ、いっ、オッケー、でめっちゃ強化されてやんのこいつ。どんな状況？ちょっともうちょい、もうちょいなんだけど。ほいほい。ほ。
うわ、待って待って待って、よっしゃー、やっと倒した。後ろからもなんか聞こえた。塊、はい、騎士、うん、塊出た。うーわ、いっぱいいるな、ここ。はうものが、はうもの、これ、うーわ、強え。無限湧き、もし、もしや、え、違うかい。いっちゃい、いっちゃい。エストがガンガンなくなっていくぜ。ぶねえ、あぶねえ。あれ、ほう、いやー、湧くな。湧くよね。湧くけどね。強いのやつ倒しても倒しても出てくる、もしや。え、そんなことある。まあだけど、あそこのな、お宝あったとこ、そうだったよな。やってもやってもって感じだったよね。だっけ。お、ああ、あの全部倒して隠し扉のところ、はいはいはい、そうだね。あ、でも何、枯れた？枯れ、うん、枯れた。倒す、全部倒せた。で、アイテムがあって、痛い、アイテム、うっ、どこから来た？ちょっと影にアイテムあるので、うん、ちょっと待て、それを取ってください。いや、このステッキ、こら。あー、死んだ。あー、うわー、死んだ。強いよなこれ。ちょっとこの武器が良くないかな。なんかね、まあ、なんとかそのバクスター狙いで間を持たせて、バクスター、うん、してる間一応無敵だからって感じかな。俺もお宝の位置は分かったので、うんうん、とりあえずお宝だけ取っちゃおうかな。うんうんうん、まず、うん、お、完全に消えた。あ、でもこれだと隠れられんのかな、こうやって。あ、でも名前出るのか、マルチプレイだと。あ、下に見える。ドトンの術みたいな感じ。忍者もこうやって隠れてたんだろうか。取った、放つ回復、はい、放つ回復、放つ回復、すごくない？こっからどこさ行けばいいんだ俺は。あと降りられる場所があり、下に放つ回復の右手っていうか、右、右手っていうか、右、うん、レンガが崩れてるところ何箇所かあるけど、放つ回復に向かって右ってこと？向かって左、左、うん、に降りる場所がある。あるっていうか、ちょっとそこにしばらく崖下を見てると騎士歩いてない？あ、今もうそういう状況じゃないから、こっち、あ、今もう、あ、もう戻ってるから取って取って、あ、なるほどね、そこそこそこ、もう今騎士もいる状態だから。じゃあ、その杖がいっぱいいるところの、なんつうんだろう、放つ回復のへこみを右手に見ながら、まっすぐ、あと壁を、うん、壁っていうかその向こう側に突きって降りてください。はい、行きます。はい、 OK、 これか、おじだ、はい、ええー、でっかいね、大剣持ったやついる。ああ、硬いよ。あ、うっ、くっ、だだー、いって、え、2体いるけど、嘘。あ、2体いるな、今見えた。あー、怖いよ。いい、倒した、体験倒した。うわー、強化しやがる。いや、やった。
ちょっと2体は無理、死んだ。2体は無理だ。え、そっち2体いないの？2体いる。ただ、気づかなかったんだ。体験持ちだけ倒して隠れたら、槍のやつは気づかなかった。もう無理だ。もう一回行きます。はいはい。いやもうあそこ位置分かってたら落下攻撃できたな。うん。あの体験。雷属性だったな。あ、本当。うん。ビリビリっつった。うわぁ。エンチャしてたのかな。いや。もともとそういう剣かな。属性武器じゃないかな。